はいどうも、こまみれです。えー、さっきね、まあ、この動画を撮っとる時なんだけど、島野からね、このメバル、船釣りのメバルロッドで、インナーガイドモデルってのがね、なんか発売しますよ、みたいな動画が流れとってさ、うん。かパッと見てみたいんやけどね、んま、確かに、船の釣りだから、投げるわけじゃないし、ね、風とかさ、 なんかそういう影響もあったりするからインナーガイドってのはなかなか合理的だったりするのよ。うん。けどその何て言えばいいのかねインナーガイドゆえにそのなん何から話そう。例えばねあの中にその水海水が残ってべたつかんくするために。 その超高発水みたいな高耐久発水処理みたいなハイパーリペルを採用とか言ってうんでなんかゆったりしとるんだけどそのほら確かに中に水がたまるとね乾いて塩になるからさそいつがなんか,かあの糸を傷つける。 中に対流して糸を傷つけるっていう問題があるから、確かに発水処理っていうのは大事なんだけど、まあ、インナーガイドっていうのは、やっぱりその糸の設置面と設置時間、頻度、もうすべてにおいて、アウトガイドよりも多いわけよ。うん。いかにコーティングがすごかろうが、もうなんていうのかな、氷みたいなコーティングじゃないと、もうトゥルットゥルの <laughs> <laughs> トゥルットゥルのコーティングのない限り、あ,のあかんし、あと、結局摩擦ってのはほら、熱だからさ。うん。ちゃんとそのカーボンが熱を逃がしてくれるのかなそのコーティングがね、ちゃんと熱を逃がしてくれるのかなっていうのもちょっとあるし、うん。あとね、うん、一番は、でも、発水処理に関してはいいかもしれんけど、それこそシマノのロットで、 あのー、テストとかもシマノのガイドでやっとると思うんやけど、いやいやシマノも糸でやっとると思うんやけど、コーティング残りっての、ね、はやっぱりさ、ほら、さっきも言ったように、常に設置し続けるからさ、魚かかった時なんか特に。うん。ほら、アウトガイドでもさ、なんかあのー、台輪とかさ、シマノみたいなコーティングぺったべたのさ、もう粗悪な糸ばっか使っとったらさ、なんかガイドが、色、色つくねえか。 シマだったらピンクとかさ、台湾だったら緑とかさ。うん。なんか、それでね、その、水は確かに残らんかもしれんけど、コーティング中に残るんじゃないみたいな。やっぱ、擦れてくわけだから、中で。どんなに滑り良くしても、ね、魚かけても。やっぱ、でも、船、船釣りだから、それなりに重い、ね、あの、それなりに井戸にテンションかけ、かけたまま、えー、釣りするわけじゃないですか。重たいの使って。 メバルロットだとはいえ、まあ、それなりに柔らかいと思うし、うん。そのかけてから、ね、反発力でグーってのを引っ張る力は確かにあるかもしれんし、あれなんだけど、ね、そのインナーガイドの合理性もわかるんだけど、中にコーティングが残ったら、まあ、糸に悪さするかう々ぬよりは、そのね、中でコーティングぐちゃぐちゃになったらさ、 多分ねそれが固まったりとかしてさ、ねねそのコーティングと海水がべちゃべちゃになってとかさ、ね混ざって、うまく撥水が機能してないとかさ、うん。まあそこら辺なんて言うのかな、例えばこのね、ロッドをテストしてるときに、例えば、えー、そうだな、あの、1ヶ月間、もう、めっちゃ長い頻度、ね1ヶ月間毎日、えー、例えば、 船釣りを1日8時間ぐらいやって、で、使い終わったロッドを、その、なんていうかな、祭壇というかさ、断面図みたいな感じで、真ん中でビーッと割ってみました。そして、どんだけ中に残っとったかみたいな、そういう画像とかあればいいと思うし、多分それくらいはやっとってくれると信じとるんやけど、島のうん。ねえ。 まあでも、撥水コーティングのテストをやっとるってことは、うん、それなりに中もね、割ったりとかして、ね、見とるわけだから、まあ、それで島の方が大丈夫って言ったら大丈夫なんかもしれんけど、うーん、ちょっとね、ほら、水とコーティングはまた違うからさ、うん、俺も台輪のイート使っとってね、エギングで余っとったやつ、うん、もうラインローラーがもう、金色が緑になっとるのよ。 コーティングがつきまくって <laughs>。うんで。島の同じようにコーティングベタベタなね、あの、もんやから。で、常に、その糸、糸がね、魚がかかった時に、ね、あの、ガイドやったら、それこそガイドが7個だったら、糸に対して7点しか、なんて言えばいいのかな、いいんだよ。うん。7点しか確かにつかないし、あと、円だから、 例えば第1ガイドと、うん、なんでこれは説明しにくいのはちょっとめんどくさいな、うん、なんかうまく説明しにくいんだけどやっぱり常日頃うんね7点だけでまさずがシュッ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 って入っていくのとそのインナーガイドの中でひたすらねそのガイドのっていうかブランクの中に設置してギューってこすられ続けるのとやっぱ違うからさ、うん まあ俺が別に船のメバルやらんからあれだけど、これでも買う人おるんかねえらい情報不足にもはだ,はだしいけど、2020年12月発売で、えらくなんかその、情報不足はなは,はだしいけど、俺が知らんだけでもうこの、ね、船、船メバル釣りみたいな世界ではね、説明せ、語らずとも利用者はわかってますよみたいなもうレベルにもね足しとるんかね だとしたら島ノはクソだよね。うん。知らんがなって思うやん。これから始めようって人に買わせようって気ないんだったら、ねえ、<laughs> 商売としては終わっとるからさ。うん。どうなんだろうね。それ、すんごい気になるんよね。うん。糸に対する負荷が異常じゃないよね。だそれこそ、あれあれ、あのー、バリバスのマックスパワーピー、あの、トゥルッ、 のコーティングのやつあいつ使ってやっと使い物になるんじゃないかなっていうくらい、うん、あれ本当になんか滑りからさあの糸、うん、そういうくらいを使ってやっとこさトントンになるんじゃないかなっていうイメージなんだよね振り出しインナーガイド5体5調子、うん、不思議だどうなんだろうなんかその こういうなんかインナーガイドとか、えー、船の、なんて言えばいいんだろう、あのロッド系に、なんか詳しい人がおったらさ、ほら、鉛も40号まで背負えるわけやねんか、これ。すごいよね。10から40だよ。グラムじゃなくて5だよ。25で100グラムじゃん。ま、あ93か。うん。27で100グラムだっけうん。40だぜ。<laughs> なもうなんかその常にね糸が設置してね誘っとる時もそのね程度のが大小だけで誘っとる時もえー、ファイトしとる時も常に糸は擦られ続けとるわけやうん長時間長さが長さが 3m だからえい、ー、大体2 2 2.4メートルぐらいかの距離をひたすらこすられ続けるわけでしょうん。どうなんだろうね、それって。なんか、わからんし、誰に何を聞いたら、何を、誰に何をどう聞いたらわからんから、なんかその知識がございましたら、なんか皆さん、情報お待ちしております。はい。気になる方はね、あの、サイトなんか見て、12月発売ですから、え店頭で。 ね、こ今,今から船の時期始まりますからメバルの時期とね。うん、まあ見てみるのもいいんじゃないでしょうか。うん、はい以上ごまみりでした。